糖尿病は日本人の5、6人に1人が罹患する重要な健康課題です。11月14日の世界糖尿病デーに先駆け、これからこちらでデックスコムジャパンの糖尿病に関するメディアセミナーが開催されます。糖尿病と戦いながら、モデルとして活躍するセナさんも登場し、ご自身の経験を交えながらパネルディスカッションが行われます。アメリカの糖尿病学会のガイドラインではですね、 あの持続血糖測定器はインスリン患者さんに提供するべきであると「s h o l d b e OFFERD」というかなり強いあのトーンで、えっと、推奨されてるというところでございます。で我々、えっと、日本でもですねこの4月から事業開始してるんですけどもこういう世界を作っていきたいと思ってるところです。今年の4月からですね我々自社販売を開始してるんですけれどもあの日本の医療制度いう 国民皆保険というのは本当に素晴らしいもので、えー、と今現在ですね1型2型の患者さんでインスリンを1日1回以上使われている方は保険償還の対象になっていますで海外見ますと基本的には1型の糖尿病患者さんぐらいしか CGM っていうのは保険でカバーされていませんなので日本の患者さんは本当にラッキーで、まあ、2型の患者さんも CGM つ使えるというような素地になっているというところですで我々が日本に参入した動機、まあの2つあるんですけども日本っていうのはやっぱり医療機器っていうのをリードしているあの国市場でありますアメリカ日本ぐらいがやはりですね何て言うんですかデバイスについてはすごくあの理解が進んでいる国ですでもう一つがやっぱりその指先選手がまだまだ標準の検査法になっているというところで我々 の cgm の新しいテクノロジーを普及させていきたいというところでございます。今、日本において、あのまあ、インスリンを使っているあの糖尿病のある方に関しては、先ほどもご説明がありました。けれども、iscgm というのがまあ、都度スキャンをするタイプのものです。それと、リアルタイム cgm というのは、これはあのまあ無線で飛ばしてくれるものということになります。 で無線で飛ばしてくれるものに関してはあのアラームを鳴らすすことがでできるわけです従来のタイプに関してはスキャンして初めて過去8時間分の血糖値が分かるっていう時にはあのあさっき低血糖だったんだっていう感じですから今起きかけてるっていう時のリアルタイムのアラームはあの従来の機種だと、まあ、それは ISCGM に関しては難しかったということになります。でまあ、があの出している C G M に関しては、まあ、リアルタイム C G M ということになります。アラームが出せるっていう点が、まあ従来からま大きな利点だったということかと思います。これから下がってくるか、これから上がってくるかを見ることができる。そしてこのタイムインレンジという指標があのこれからヘモグロビン A1C と並んであのまあ、役に立つ指標になるということがあのもう世界中で使われるようになってきています。連続的に血糖値を測ることが できるようになったので一日の中でちょうどいい血糖値の時間に収まっている時間が何パーセントぐらいあるかっていうことを評価することができるようになりました同時に低い時間帯ですねタイムビローレンジですけれども低血糖の時間帯が一日の中でどれだけあるかということも直接評価することができるようになりましたこれはあのヘモグロビン A1c ではあのここを 含めた評価といいうのがでできないわけですね平均だけではやっぱり分布を全体を表せないのでこの、まああのー、持続血糖モニタリングを併用することによってこれが分かるようになるということになります。非常に CGM というのが期待されている状況ですので普及がどのような状況かこれはアメリカの一型糖尿病の患者さんにおける、まあ、年次の普及の状況ということになります。あのーまあ、やっぱ2016年 の頃はこのぐらいだったのが2022年ですとまああのこの一アメリカの一型糖尿病の患者さんのレジストリーにおいてはまあかなり効率に上がってきているということでまあでもまだ日本においてはまだまだこれからということもあるかと思いますあのまあ同様の日本のレジストリーですと2018年ぐらいのデータ ままでしかかないいのが現状かと思いますけれども、まあ、専門家の見ている集団であってもあの1型の方の2018年時点だと3分のののぐらいい使用率だったかと思います、まあ、そこからさらに増えていってほしいとも思いますし2型糖尿病の方でインスリンを使っている方の CGM の普及というのは本当にまだまだこれからというところだろうと思うので、まあ、今後あの、まあ、そういった啓発をしていく必要があるだろうと思います。 適切な治療をすることによって、えー、と糖尿病のない方とあの変わらない寿命また QOL を達成することがあのできるようにあのなってきていると思いますしそれがまあ治療目標でも、えー、あるということであの、まあ、それを達成する上で1つ血糖マネジメントというのがあのすごく重要なポイントになってくるかなと思うんですけれども。発症してからは SMBG でずっと。 えー、血糖値管理をしていたんですけれども、えー、CGM が普及してからはずっと CGM を使っております。でやっぱり、あのー、CGM に変更してからはよりこう発症する前のライフスタイルに近づけるような、あのー、生活ができているなっていうところとあとは私は。 いろんなこう挑戦をする中でやっぱり CGM があることで予測をしてくれたりだとか低血糖の予測だったり高血糖の予測をしてくれるところでそこに対して対処ができるなのであの自分が今までこうすごく考えだったり配慮していたところも CGM が代わりにこう補ってくれるみたいなところも含めてすごく何んんて言うんですかねこう 楽になったなという部分もありますし、よりこう。自分のライフスタイルにも。諦める必要のないことが増えたなっていうところは多いかなと思います。日本の糖尿病診療の特徴っていうのは、やっぱり非常に。あの短い時間でたくさんの。 あの患者さんを診療しているという、まあ、どの科も共通している部分ではありますけれどもであのこういった CGM から得られるデータっていうのはあの量が多いんですね。でデータの量が多くってそれを解釈してであのご本人あるいは場合によってはご家族に。 説明すするるとところにやはりり時間ががかかるというのがありますでそれを支えるような多職種での,あのサポートっていうのもまだまだ決して診療報酬で手当てがあるわけではなくてその体制を医療現場が整えていくところにまだちょっと壁があるなと思っているのが実情であのもし欧米と比べた際に日本の CGM の普及が遅れるとするとやっぱりこの時間ファクターっていうのが少し大きいかもしれないとは思っています。ただそれはデバイスが 洗練されていてい、まあ、患者さん自身がデータを見たときに直接的に理解できるようになってきているのともうスマホでもう患者さん自身が日々そのデータを見ているのであ,のあとはもう少しその見方を詳しく教えてあげれば普段からそれであの自分自身のマネジメントができるっていうふうになっていけばあの、まあ、そうなってきていると思いますしそれが加速していけばもう少し状況が良くなるのかなとは思っています。 アメリカではですね実際何が起きているかっていいますとやっぱり CGM のまあまあデータのパワーというところで CGM が本当にまあ伸びていて SMBG の患者さんが減っているというのが状況にあります。日本の現状というのはまだまだ SMBG っていうのがスタンダードになっているというところであの本当に我々の責務としてあのその指先パッチのない世界を作っていきたいと、まあ、そういうオプションを 皆様に提供したいというところで今後も事業会社として糖尿病の患者さんあるいはその先生方の診療というところのサポートを継続してていいきたいと思っています血糖値測定ももちろん今も指でパッチンをして血糖値測定も使用していますけどやっぱりベースは CGM。 リアルタイムでこう血糖値測定が常に携帯でも見れるっていうものを使っている中でやっぱり痛みであったりとかあとはそれに対して考えることも減りましたしあとやっぱりいろんなことをこうまあライフスタイルであったりいろんなスポーツをする上でも予測ができたりするので発症する前の生活に近づけるようなあのことができたっていうのがやっぱ CGM のおかげかなっていうのはすごく感じてますね。 指先選手を削減するという世界を作っていきたいと、患者さんの q l の向上に貢献したいと、で健やかな健康を患者さんのご自身の手で手に入れるということをミッションにしてやっていきたいと思っておりますし、本当にそういう世界が近い将来来るというのを信じて、授業を進めてまいります。はい デクスコムの浅野社長によると指先選手から CGM に変わり糖尿病の患者さんのストレスも大幅に削減できていくということです糖尿病の患者さんも糖尿病でない方と同じ寿命と QOL を得ることができるで瀬名さんのように生き生きと糖尿病でも生活できる人が増えていくといいですね